カール・シュトゥンプ、カール・シュトゥンプは、ドイツの哲学者で、心理学者。カール・シュトゥンプフとも表記される。シュトゥンプは、フランツ・ブレンターノとルドルフ・ヘルマン・ロッチェの下で学んだ。シュトゥンプは、現代現象学の受立者であるエドムンドフス・サールや、ゲシュタルト心理学の共同受立者であるマックス、ベルトハイマー、ボルフガング・ケーラーとクルト・コフカ同様に、 クルトレビンに決定的な影響を与えた。また、自体の概念を哲学に導入したことでも知られる。この概念はとりわけ、フッサールの著作によって広まった。シュトゥンプは、ブレンターノの最初の学生の一人で、ブレンターノの初期の理論の極めて近くに止まった。1868年に、ゲッティンゲン大学のロッツェの下で論文を書き、1870年には、 大学教授資格をもそこで取得した。後に実験心理学の経験的方法により一層の興味を抱き、この新しい学問のパイオニアの一人となった。彼はゲッティンゲンで教鞭を取り、それからビュールツブルグの教授となり、後にプラハ、ハレ、ミュンヘン、そして最後にベルリンで教授となった。そこでは彼の弟子のマックス・ベルトハイマー、 クルトコフカとボルフガング・ケイラーがゲシタルト理論のベルリン学派を築いた。弟子のオスカー・プングストと共同で1907年には賢いハンスの謎を解き、それによって実験心理学が一般に受け入れられるようにした。1890年にシュトンプはバイエルン科学アカデミーの正会員に選ばれた。1929年からは フールルメリット科学芸術勲章の会員となった。ありがとうございます。